河河君国民民主党新緑風会の井貴則です私、まず侮辱罪の法定刑引き上げが、いわゆるオンラインハラスメントを今後、抑止していく上で、どういった効果があるのかといったことから、まず質問させていただきたいと思います。あの今回の侮辱罪の法定刑引き上げの背景には、テラスハウスの事案を念頭に、今回、この法改正が行われるという理解をしておりますが、今回の法改正によって、 オンラインハラスメントへの具体的な何らかの対応が図られることになります。で、そこでなんですが、どういった行為がハラスメントなのかという、先ほどの安井委員のご質問にもつながる話ではあるんですが、このオンラインハラスメントの定義ですね、その対象や範囲が明確化されていないということでありますので、 そうすると、実際にオンライン上で誹謗中傷を行う人たちに対して、どういった行為を行うことが、オンラインハラスメントに該当するのかということが、明確に一定の基準というものが提示されていないと、抑止効果が期待できないのではないのかと、私がふと感じたものですから、法務大臣にお伺いしたいと思います。オンンンララインハラスメントの定義とは何でしょうか川原刑事局長 お答えいたしますあのお尋ねのオンラインハラスメントという言葉についてでございますが、あの民間においてさまざまな用いられ方をして,おしているということは承知をしておりますが、これにつきまして、政府としてその定義につきまして、特定の見解を有しているわけではないと承知しているところでございます。川井貴則君 はい、あの特定の定義を示しているわけではないがゆえに、その曖昧なところがあるから、結果的にオンラインハラスメントが、えー、行き過ぎるところまでいかない限り、問題が表面化しないというあの状況になっておりますあの。この定義、いわゆるこれを定義づけるのか、ガイドラインとしてある程度明示化するのかという話は別にして、これあの、きちんと法務省としての考え方を示すべきだと思いますが、法務大臣、いかがお考えでしょうか。 古川法務大臣まあ今、刑事局長からも答弁させましたとおししり、その、えっとですね、オンラインハラスメントですね、その定義ということなのでございますけれども、そのオンラインハラスメントというものが、指し示している事柄の対応というものが、様々ざ あるだろうと思いますのでそれらをですね。あの厳密に定義をするということになると、えー、これはなかなか難しいことではないかなと思います。従いまして、まあ、今回の侮辱罪の法定刑の引き上げというようにですね。まあ、侮辱罪の場合は、えー、この公然と。 事実を適切に公然と誹謗中傷したということなわけですけれども、そのようなその侮辱罪として対応できることについては、その侮辱罪でというふうにして対応するということになるのではないでしょうか、あの一概にそのオンラインハラスメントとは何々であるというようなです、ね、この確一化した定義は難しいのではないかと。 でそのオンラインハラスメントを対象としたその、な何らかの,この刑罰というようなものはです、ね、ちょっとこの、えー、理論的に直結しにくいのではないかという印象を持ちます河井貴則君。 はい、あのえ定義という言葉を使うと、強くそのこと自体はもう定義付けてしまって決めるということになりますので、それはあの適切ではないというご指摘については理解します。ただ、えこういった行為を行うと、こういう問題が生じて、え刑罰のに該当する可能性があるということを指し示すことはできるんじゃないでしょうか古川法務大臣あの。すみません、ちょっとお尋ねの意味が正確に私、理解できてないのかも分かりませんが。 オンラインハラスメントというふうにまあよ呼ばれるものの中にはです、ね、さまざ、あ、まな嫌がらせといいましても、何かこの脅迫みたいなものであったり、なんでしょうか、さまざ、あ、ま、なと言うんでしょうね、さまざまな対応なものをひっくるめて、オンラインハラスメントというわけでしょうから、それをこうまあ因数分解してです、ね、それぞれに対しての対応というのは、 例えば侮辱罪であるとか、名誉毀損であるとか、強強脅迫だとか、なんだとか、さまざまな刑としての,このカテゴライズがされているのだろうと思いますけれども、そのオンラインハラスメントという一言で,です、ね、さまざまな対応を一言で表現するのは難しいのではないかということを申し上げておりますイドライ君。 一定の基準のようなものが、何らか明示的に示されていることで、えー、あのオンライン上で、えー、いわゆる誹謗中傷を行っている人たちの行動に対して、注意喚起を与えるというようなことは、 やはり必要なんじゃないのかなというふうに、どこまで何をやっていいのかということが全く分からずに、そのことの結果として自らにどういった罰が与えられるのかということも、おそらく認識しないままに、その場の感情で書き込むというようなことが多分多かろうと思いますので、そういうことに対して、事前に注意喚起を行うという意味での一定のそういったガイドラインのようなものを示した方が、 抑止効果という意味で高いのではないのかということの指摘をさせていただいています。ちなみにあの、このいわゆるオンラインハラスメントといわれるものの特性としては、 いわゆる匿名性が高いということ高度の流通性があるということオンラインにおける永続性も繰り返し繰り返し何百回何千回と一度書いたものが要は繰り返されるということ同時に回避困難性があるといったようなことを有識者の先生はご指摘をされていますしたがってこれ1回あの書き込みをするということが何百回何千回言い続けていることと同じ効果が実はこれ生じているということそのことに対してどう対応するのかというのはいわゆる一言何 か言って侮辱罪だかどうかということに議論しているのとは全く質が違うということを理解した上でこのことにどう対応するのかが問われているというふうに思っています。えー、こればっかりやってると一問で終わってしまうそうなんで、えっ、ー、とちょっと事例で例えばということであの質問させていただきたいんですが、あの法制審の。 刑事法の侮辱罪の部会において、その侮辱罪の事例というものについて検証された、昨年検証されているんですけれども、まあ、その中でも少し取り上げられておりましたが、例えばなんですけど、まあ、小売業の現場で、来店者が勝手に店内で従業員を追いかけて、店内や従業員を撮影して、それを SNS にアップした上えで、その店員、従業員に対する誹謗中傷のような、 えー、コメントをつけているといったような、実はそういう事例が増えてきております。であのこの被害者に誹謗中傷、罵詈雑言がなされることにより、被害者の自尊心が傷つけられ、PTSD 等を発症し、自殺に追い込まれる危険性があることから、えー、脅迫罪、強要罪、ストーカー為規性法の,の犯罪に類似した、えー、形に、えー、状況になっていると考えられます。 今回の侮辱罪の法改正によって、今申し上げたような小売業の現場で撮影をして、勝手に撮影をして SN、SNS 上にアップして、罵詈増言を浴びせるといったような事例に対しては、どのような、どこまでの対応が可能になるのか、このことについてお,きあのお伺いしたいと思います。川原警局長お答えを申し上げますあの 今回の法改正は、あの大臣からも再三、答弁がございましたように、えー、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでございまして、公正要件を変更しておらず、処罰の対象となる行為の範囲は変わらないものでございます。したがいまして、今回の法改正の後でありましても、侮辱罪は事実を適時せずに公然と侮辱した場合に成立するということ、場合に公正要件に該当することになると。 も委員ご指摘の事例でございます、あのおそらくその書き込まれるいろんなポイントはさまざまなものがあるのだろうと思いますが、えー、個別の事案で送る犯罪の製品につきましては、収集された証拠に基づき、事案ごとに判断されるべき事柄であるので、この場で、えー、私ども法務省として確定的なお答えをすることは困難でございます、ただいず,ししいずれにいたしましても、検察当局におきましては、委員ご指摘のような事例につきましても、 刑罰法令の観点から、侮辱罪やその他の犯罪が成立するものにつきましては、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づき、適切に対処するものと承知しております河井貴則君。 理屈はそういうことなんですが、どうやったって後追いになるんですよね、いかにして抑止するのかということの観点が、今のご答弁の中にもやっぱり入ってないわけであります。当然、あの表現の自由な問題がありますから、えーあの、触れられないことがあるということについては、重々理解しておりますけれども、その上で、昔と違って、この SNS という新たなこう情報媒体が与える影響というものを考えた上で、それに合った形での対応、 もっと言ってしまえば、先ほど来申し上げておりますとおり、事前にそうした行為に至らないようにするために、どういった対処が可能なのかということの議論をしなければいけないということです。あの法定刑を引き上げたから そのことによって、いわゆるその犯罪の抑止効果になるのかということについても、どこまでやったらその犯罪に該当するのかということについての、スケールすら全くない状況の中で、要は法定刑だけ引き上げるということになってしまったときに、一体どれだけのその効果があるのかというと、これははなはだ疑問だと思います。飲飲酒酒運転にに対するるいいわゆ罰罰金金げたたたこことととでで抑止効果ががが相当に出たということが過去あありましたけれどあれどは罰金が酒飲んで運転 でもをしたら、えー、ものすごい罰金を取られるという極めて明示的な、えー、ものがあったがゆえに、あのことによって抑止効果があったわけで、今回のように何が対象になるのかわからない状況の中で、えー、罰金、量刑だけ引き上げるということになったとき、本当にあの効果があるのかということについては、あの疑問だけあの私から申し上げておきたいと思いまますす時間がありりので次に参ります。 えっと次3番目の質問でありますけれども、このオンラインによるハラスメントの特性を考慮した、えー、いわゆるそのそれ個別のお処,罰処罰の規定といったようなものの導入についても、今すぐできるかどうかは別にして、えー、検討する必要があるのではないのかということの問題提起をさせていただきたいと思います。オンラインハラスメントは侮辱罪、名誉毀損罪、ストーカー罪、脅迫罪といった犯罪に該当しない事例が少なくないこと等もあり、 オーストリアの刑法には、オンラインによる嫌がらせ行為を独自に処罰する規定があると聞いております。わが国において今後侮辱罪の法定刑が引き上げられたとしても、それとは別にオンラインハラスメントの特性を考慮した新たな処罰規定の導入を模索することの必要があるのではないのかと考えておりますが、この点についての大臣のご認識をお伺いします古川法務大臣。 あのインターネット上で行われるこの嫌がらせ行為には、さまざまなものがあると思われますし、侮辱罪であるとか、名誉毀損罪であるとか、例えばストーカー行為規制法違反とか、さまざまな犯罪が成立することはありえます。ただ、それはですねまあ個々の事案ごとにですね、 収集さされれた証拠にに基づいて個別に判断をされるべきことでありますでこの処罰対象とならない事案であってもです、ね、被害に遭われた方を救済するための,この行政的な諸施策を推進していくことは、これは重要だというふうに考えておりますから、例えば法務省においては、人権相談への対応ですとか、プロバイダー等に対する投稿の削除要請、 などを行っておりますし、まあ、これは引き続き続関係省庁や関係機関とも連携しながら、必要な取り組みをこれ進めていかなきゃならないと考えておるわけです。その上で、このインターネット上で行われる嫌がらせ行為をです、ね、処罰するための新たな刑罰を設けるということについてはです、ね、まあ、今回の法改正ですとか、さまざまな行政上の諸施策による効果なども踏まえながら、 既存の罰則に加えて、どのような行為について新たな罰則を設ける必要があるのか、保護法益をどのようなものとして考えるのか、罰則は明確でなければならないわけですけれども、処罰すべき行為を明確に定めることができるのかといったさまざまな観点から、慎重な検討が必要になるものというふうに考えます。河君はい ありがとうございますあの時間が参りましたので、これで終わりにしたいと思いますが、あのいわゆるそのオンラインを使ったハラスメント、まあ、今回の法定系侮辱罪法定刑引き上げのきっかけになったのも、そもそも、えー、いわゆるテラスハウスの事件があったことが、一つの大きなきっかけになったということでありますし。 あのこれまでの概念と、これまでの社会情勢の中でどう判断、あの侮辱罪を、量刑を判断するのかということの延長線上では、やっぱり SNS を使ったあの現代のこのいわゆるハラスメントというものに対しては、対応しきれない状況があるということは、やっぱり我々は認識しなければいけないと思っています。併せて今のの若い世代の方々は われわれの世代とは全く違うこの SNS と,との向き合い方をしているということを考えたときに、われわれ未来の世代に対して、どうこの法律の見直しの方向性があるべきなのかということは、今のうちから議論する必要があるということだけご指摘させていただきまして、私の質問は終わりまますすありがとうございますこの際、委員の異動についてご報告いたします。 本日、山崎正明君が委員を辞任され、その補欠として高橋晴美君が選任されました。